はい、こんにちは、くんです。ということで、今回はですね、コウタン作の弓ミサイルアスレでちょっと遊んでいこうと思います。で、最速を決めて、最速どうしよう。なんかないと面白くないよな。概要欄。もう概要欄の価値下がってるんだよね、今。あ、じゃあ登録誘導するわ。登録してください。はい。概要欄に書いた人を登録してください。お願いします。これ見てる方、これ優勝した人の登録をお願いします。はい。ということで、高端ミサイルアスレ、どんなものかというと、ボタンめがけて矢を飛ばす。あー。おー。あ、なるほどね。むずこれ。おー、なるほど、なるほど、なるほど。これを最速で行くのか。この辺か？あ、まずい、まずい。あ、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 あ。むずいね。ここはできる。ここまではできるんだけど、ここだな。あ、くそ！いや、むずくないか、これ。でもさ、ちょっとズルできるよね、これ。お！よし！ズルできた！え、これどこ行くの？これ。上に行く。あー、そういうことか。おい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 、待て待て待て。もうちょっと斜めらせなきゃいけないってことか。こんな感じ？え、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 待て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 。ちょ、待て。あー、くそ！クリアした。え、マジ？見てみ、チャット。チタンダは高端アスレを30ミスで47秒でクリアした。まあでもすごいじゃん。クリアできたの。え、え、うまくね？なんでそんなうまいの？俺が下手なだけか？一回クリアはちょっとやりたいよね。そっからこうなんか、腕に自信のあるやつが。え、なんだあの高さのあのゴミ。ゴミ邪魔だ。どけ。ほっ。いやー、いけねえなー。むずい。で、ギリギリまで下がってこの辺、あ、いけた、多分これいける、多分いける、多分いける、よし、いけた、よし、で、あそこかで、次は56、どれ、あれか、この辺でしょ。え、多少のラグもあるせいか、かなりしんどい。あ、でもなんかまあできるようになってきたな。よし。オッケー。次は ?6 か。いけるっしょ。よし。で、次。え？え？どれ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 ？あれか！よし、いけた！これで ?7。え？え、次どこ ?7 の次はコウタン。7の次あんの？下の方になかった？下？どこ？どこにあんだこれ。コウタンどれ？斜め。あ、あれか！ぶねぶねぶね。で、次、上と。お、なんかいけた。9。え、なにこれ、どういう風の吹き回しこれ。え、で、あれか。つら、よくチタンこれ40秒でいけたの、どういうこと？ゴール、10。あ、これで今のでこれなんで3に戻んだよ！ズルはダメだよ！ゴールの前にあと10個のチェックポイントを踏まないといけません。ふざけんな。まあ、できたんでよしとしましょう。遊べない。参加させてください。ずっと権限なかったっぽい。え、遊ぶ権利が与えられてないってこと？はい。下級国民なんじゃないの？無名は優勝しても宣伝しないからやる意味ない。ひどい。ちょっとじゃあ練習時間設けるか。やばくね？何これ？いや、ごめん、全然書けない話していい。あ、小林麻也って人のさ、YouTube の瞑想配信ってやばくね？何これ？えぐ。え、こんな有名な人がこんなことやってんの？やばくね？え、怖っ。マジ？これ。何これ？こんな面白い人いんの？え、15分め、え、俺もこれやりたい、瞑想配信とか。なんか瞑想中にスパチャしまくるみたいなさ、なんか急に目つぶり出して、いや、すいません、ちょっと15分瞑想しますとかって言って、なんか15分かなんかいなくなるみたいな、なんか面白くない？ちょっと揺れてんのいいよね、なんか。
時折体を揺らしながらも終始無言でカメラの前に座り続ける異例の配信に、動画コメント欄ではオカルト宗教的すぎるといったコメントとともに低評価が殺到。すごいんだね、アナウンサーだった人がこんなことし始めんだ。やっぱ SNS ってやべえな、こういうなんか一人が発信できちゃうみたいな。絶対周りが止めるじゃんこういうのって。昔だったらなんでこうなっちゃうんだろうね。夫の影響らしい。なんか瞑想しようぜみたいな感じのこと言うのかね。なあ妻、俺と一緒に瞑想しようぜとか急に言い出すってこと。地球にずじず、ええね、そういうプレイってこと。女性器を新生死する子宮系女子。ん、子宮に何これ、これ突っ込むの。数珠をアナルビーズ を入れて膣を高める。それなんか、それエロゲーの話してる、それもしかして今。じゃあさ、俺もさ、断根系男子みたいなやつ、宗教やってさ、ずっとオナホの中にさ、チンコ突っ込んでるみたいなのって、じゃあやってもいいってことだよな。それで生活していいってことだろ、子宮の中に全部、なんかずっと突っ込んでるんだったら。ずっとオナホの中に突っ込んだまま生活してもいいってことだよな。そうじゃないとフェアじゃねえだろ。パワーポールっていうやつ、売るか。俺の友達ずっとコンドームつけてるやついる。すげえな。でもコンドームつけっぱで寝たら、なんか、ふにゃふにゃになって、すげえなんか変な感じになるよ。コンドームつけたまま寝ちゃったことあってさ、酒に酔ってセックスした時に、酒酔うとさ、ちょっと立ち悪くなんじゃん。で、そのまま、なんか行かなくて、そのまま寝ちゃったのよ、つけたまま。したら朝起きたらめっちゃ不快だったよ、なんかふにゃふにゃになってて。ゴムが。クソ不快だったで。酒飲んでもゴムするでしょ、なんか、条件反射みたいな。初の彼女とデートの時、エッチする時コンドームつけるタイミングがわからないからっていう理由でずっと朝からつけてた。キモ。はい。ちょっとミサイル忘れやります。俺何やってたんだ一体。なんか地球に持ってかれた全部。ちなみにこれクリアできたやついる？これ。最初チタンにやってもらうから全員ちょっと一回アスレチックちょっとやめて。チタン選手にちょっといきなり一発目やってもらおうぜ。チタン、どうぞ、やってください。他の人たち降りて降りて降りて邪魔。ラグくなるからちょっと一回やめて。はい。じゃあスタート。ほう。本当にいけたのかなこいつ。あ、でもうまい、うまい、ミスないぞ、ノンミスだぞ。チタンどこ行った。なんか飛んでねこいつ。まあ、気のせいか。まあ、なんかの間違いか。さすがに。まあ、飛んでなかった、今。ラグすごいな。ラグだったのか、今。まあ、ラグか。ふにゃふにゃふにゃってなんか言った気がするけど。迷走した。あれ、あれ、チタン。あれ、今のでいけるんだ。あ、すごいね。でもミスなしじゃん、ここまで。ここまでミスゼロ。チタン、あれじゃない？斜め、あそこだよ、ここだよ。あ？え？なってんだこいつ。は？おい、ちょっと待って、なんで死なないんだこいつ。こいつなんで死なないんだ今ので。ラグか。なんか今おかしくない？なんか今おかしくない？なんか。エチさん、ここでゴールだよ、ここで。こっちで。あれなんかラグい。あ、で、ゴールか。で、ゴール。あ、チさん、最後ゴール踏んでない。ふざけたやつだな、こいつ。なに、失格。記録なし。自信ある人だけね。いいよ、コウタン。もう1ミスでもしたらもうダメだよ、もうもはや。え？あー、なるほど。なんかコウタンミスってね、なんか。なんかコウタンミスってね。あれ？あ、これ下手くそさん？あれ、作者？制作者大丈夫？下手くそさんじゃない？いけたぞ。いけたぞじゃなくて、別にこれ、コウタン、クリアすごいでしょコンテストじゃないんですよ。コウタン、違う。速さ競ってる。ちなみに今もう測定中だよ、コウタン。
コータン。おー、いけたいけたいけた。もう さすが作者といったところか。おー、いいねいいねいいね。早い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 ぞ。迷いがない、迷いが。すげえ速度でなんかやってる。おー、本気出してる本気出してる。おー、かっこいい、すごい。おー、クリア。コータンは1分41秒でクリアした。はい、これに挑めるっていう人、さっき1分台出したよ。じゃあ西戸選手いけ、はい、スタート開始。お、ほう、お、いいね、ノンミス。あ、ノンミス、すごい、これはすごいな。さすがくんさんからもらったパソコン使ってるだけある。これ i3 だとこれはできてなかったぞ。あれ、西戸は、西戸くん消えた、に、西戸くん、に、西戸くんは、に、西戸くん先生大丈夫。ま、なんかの間違いか、バグか。これちょっと悔やまれるな、今のバグ。そして最後の一発、西戸くんゴール。1分40秒。あー、すごい、1秒差だ、すごい。西戸、1分40秒。熱い熱い。え、マジ熱いこれ。はい、1分40秒突破できるやついるか、行っていいの。あ、じゃあ陰キャ天聖さんどうぞ。じゃあスタート、いいぞ天聖。お、あ、あ、ん、は、まあなるほどね、ショートカットコースか、賢い。でも、もしかしたら、もしかしたらいけるかもしんないぞ。1分40秒な、いけそうな気がしてきたな。あちょっと半ばズルでは、それ。半ばズルみたいなのが今発生してた気がするけど、なんか空中でなんか打ちまくって上に行ったみたいな技。あ、これ技か。二段ブーストっていう。ん？陰キャ転生？あれ？陰キャ転生は？え？あれ？あれ？あれ？失格ー。次。1分40秒超えれるやつ。ランキングこれ。アスレリーダーボード。西戸、1位、1ミス、コータン、ダミトモ、トーマス。まあじゃあ勝てるとしたらダミトモぐらいってことか。このランキングによると。じゃあダミトモは参加を許可しよう。ダミトモがひどいスコア出したら、これ打ち切りだから、ここで。ダミトモで。次の参加は認めません。どうぞ、始めてください。責任は重いよ。わかってるよね。ん？は？なってんだこいつ。まだ。え？始まってない。どうぞ、始めてください。あれ？あれ？ダミトモくん？まだ。踏むのも忘れた。は？なんかやり直ししてない？なんかどんどん。おいおい、大丈夫か？ダミトモくん？何してんのこいつ。今練習。は？あ、じゃあこれ本番で。スタート。本番で、本番だよ今。え、やばくね？マジこいつ。はい。ということで、勝利はですね、西戸くんです。おめでとうございます。ウィナー、西戸。ってことでね、皆さん、西戸くんのチャンネル登録してください。他のね、もうリーダーボードで頑張ってた人たちはかわいそうだけど、なんか他にも挑戦したがってた人はいたけど、ちょっとダミトモくんのスコアがあまりにも低かったということで、まあ、ちょっと厳しかったかなということで。はい。じゃあ、お疲れ様です。西戸くんのチャンネル登録してください。おつ。